はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、リクエスト占いになります。横浜流星さんの今後の恋愛について占っていきたいと思います。はい、横浜流星さんでございますね。もう顔はかっこいいしですね、あとは空手もですね優勝レベルということでございまして、本当にですねすごい俳優さんなんですが、大河の方も決まっております。次の大河ベラボーの主演でございますね。はい、ですのでもうですね飛ぶ鳥落とす勢いの俳優さんでございますけれども、彼の恋愛について知りたいという方がですねいらっしゃいましたので、今回はですねそこについて占っていきたいと思います。で、皆さんごめんなさいね、私ですね今ちょっと風邪をひいておりまして、うまく喋れてないと思うんですけれども、ぜひですねあったかく見守ってくれたらいいのかなというふうに思います。はい、ではですね早速占いの方に入っていこうかなというふうに思うんですけれども、星回りから見る理想の女性像をまずお話しさせてもらいまして、その後ですね今年の恋愛運見ていきたいというふうに思います。でそこからですねタロットに切り替えまして、今の横浜さんがどういう状況なのか、それを見ていきたいというふうに思います。で次です、ぶっちゃけ今付き合ってる人はいるのか、それを見ていった後に横浜さんの恋愛への考え見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですねまず星回りから見る理想の女性像を見ていきたいというふうに思うんですが、横浜流星さんの星回り、メインが流星、サブが水星、隠れてる星のところに三星が入り、安神星に愛星が入る、そういう感じになるんですが、あのね横浜さんね、もしご結婚されたら非常にですね家庭を大事にする方になるかなというふうに思います。ここに三星が入ってるんですけれども、ここに三星が入る方っていうのは非常にですね頑固な面があるんですが、その分ですね身内を大事にする、そういう方になりやすいんですね。ですのでとてもですね家族を愛する、そういう方になるのかなというふうに思います。でこの星を持ってらっしゃる方っていうのは遠星の方と非常に相性がいいんですね。でこの遠星を持ってる女性っていうのは非常に華やかな、はい、雰囲気を持ってらっしゃる方が多いのかなと思います。ですので芸能人とご結婚されてる、される可能性が高いかなというふうに思いますね。うん、非常に華やかで才能豊かな星です、遠星っていうのは。ですので、まあ、そこを好きになられる可能性が高いかなというふうに思います。で次ですね、仕事仲間として結婚相手を選ぶという可能性も見ていきたいというふうに思うんだけれども、メインが優勢を持ってらっしゃるんですが、非常にですね心配りができる優しい星を横浜さんお持ちなんですね。でこの星をここに持ってらっしゃる方っていうのはメインの星に水星を持ってる女性を好きになりやすいです。でこの水星を持ってらっしゃる女性っていうのは非常にですね、社交的 で器用な方が多いのかなというふうに思いますね。でこの方と一緒になることによって非常にですね仕事も能率よくうまく進んでいける、そういう感じになりやすいので、ぜひですねこの水星を持ってらっしゃる方に注意を向けてもらえるといいのかなというふうに思いますね。で次です、運命を変えるような女性と恋に落ちる場合もありますよね。でそういう方ってどういう女性なのかなところなんですが、ここですね、安神星ってところなんですけれども、愛星を横浜さん持ってらっしゃるんですね。でこの愛星を持ってらっしゃる方の好きになりやすい、運命を感じやすい女性っていうのはですね、なんていうのかな、こう結構地味なんだけれども努力をする、そういう地道な努力家、そういった方をですね好きになる可能性がとても高いです。ですのでそういった方もですね、もしお近くにいらっしゃる場合は皆さんですね注目されたらいいのかなというふうに思いますね。はい、ではですね星回りから見る横浜さんの理想の女性像はそんな感じでございます。では次ですね、星回りから見る今年の恋愛を見ていきたいというふうに思うんですが、正直ね今年はねもうそれどころじゃないです。もう仕事運がめちゃめちゃいいんですね。非常にですねもう近年稀に見る仕事運の良さなんで、もうなんていうのかな、
脇目も振らずに仕事してる、そういう感じになりやすいのかなと思います。ですので恋愛どころではないと思うんですが、もし仮に恋愛に発展するとしたら間違いなく職場関係です。職場関係ですので、まあね、今年恋に落ちるってことはまあないのかなというふうに思うんだけれども、でもしね恋愛されてるっていう方もですね、ちょっと今年はですね破局しやすい時でもあるので、恋愛には不向きな、はい、年かなというふうには思いますね。はい、ではですね、星回りから見る恋愛運はそんな感じ。では次ですね、タロット的に見る今の横浜さんの人柄、まあ、人柄というより状態かな、状態、どういう状態にいらっしゃるのか、そっちを見た方がいいですね。はい、ではそっち見ていきたいというふうに思いますね。恋愛したいと思ってらっしゃるのか、それともですね、いやいや、やっぱり星回りからもあるようにそれどころじゃないよというふうに思ってらっしゃるのか、そこをですね見ていきたいというふうに思います。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、あなるほどね、いやー、まさにそのまんま表してるなというふうに思うんですが、はい、では見ていきたいというふうに思うんですけれども、まずですね、太陽のカードが正位置で出てます。ですので非常にですね、今ですね、こうなんていうの、状況には恵まれている、そういう感じがあるのかなというふうに思います。ですので、なんていうのかな、こう、うん、環境はどんどん整っていってて、もう本当にあとはやるだけっていう感じ。ですので非常にですね、仕事の環境には恵まれている、そういう感じには出てるんですが、この両方のカードよ、どっちもですね、ポージングが似てるんですが、ペンタクルのページとペンタクルのナイトが出てます。で、これが出てくるってことはね、若干スランプ気味、うん、努力ができなかったりとか不安定とかそういった意味があるので、環境は整ってるにもかかわらず、うまくエンジンがかからない、自分の実力不足みたいなものを突きつけられる、なんかそういう感じで苦しんでもがいてる、そういう流れがちょっと見えるんですね。ですので、もうお仕事に手一杯じゃないのかなっていう感じがあるんですよね。うん、で、そこにね、ムーンのカードが逆で出てます。ですので、やっと最近、こう、腹が決まったというか、どうしたらいいか分かってきたというか、状況が好転し始めた、そういう感じがあるので、今の状況は結構ですね、スランプに陥ってて、結構しんどい状況があって、で、まあ、状況はかなりいいんだけれども、自分の中での葛藤がしんどくって、で、それがやっと今上向いてきた、そういう感じがあるのかなというふうに思いますね。はい、ではですね、次、ぶっちゃけ今付き合ってる人はいるのか、それをですね、占っていきたいと思いますね。これ大事だよね。よいしょ。付き合いしてる人はいますかってところ、あら、こっちは逆だ、見ていきたいというふうに思いますね。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、非常にですね、可能性は低いですね、今付き合ってる人がいるかどうかっていうのは。ですので、いないんじゃないかなというふうに思います。いたとしても恋人らしいことはほとんど今のところ、今の状況ではできていない、そういう感じがありますので、恋愛としては今お休み中かなというふうにタロットは言っておりますね。はい。ですので、
もしご結婚とかいうことになっても、もうちょっと先になるのかなというふうには思いますね。はい、ではですね、今の状況、恋愛の状況はそんな感じ。では最後です、横浜さんの恋愛への考えですね。ご結婚したいと思ってらっしゃるのか、はたまたもうそれどころじゃないよと思ってらっしゃるのか、まあ、それによってね、やっぱりいつご結婚されるかということ変わってくると思いますんで、はい、見ていきたいというふうに思いますね。はい、ではリーディングしていきたいというふうに思うんだけれども、そうですね、ご結婚に関しては非常に前向きな気持ちを持ってらっしゃるのかなというふうに思いますね。ペンタクルの9が出てるので、幸せな結婚したいというふうに思ってらっしゃるし、意欲もあるしっていう感じなんだけれども、やっぱりですね、彼のお仕事的にですね、非常に警戒されてる、そういう感じはあるのかなって思います。結婚することによって、やっぱりいろんな状況が変わっていってしまうのかなってことを警戒されてる感じがありますので、そこはですね、かなりしんどいのかなっていうふうに思ってらっしゃると思うんですが、ただですね、ソードの授与が出てます。それがですね、これから好転してくる感じがあります。ですので、大河かな。大河が一段落したらまた変わってくるんじゃないのかなというふうに思います。すごくですね、憧れを持ってらっしゃるので、いずれはご結婚される可能性が高いのかなというふうに思いますので、ぜひですね、今はですね、まだご警戒されてるからですね、もう少し先になると思いますけれども、ぜひですね、はい、幸せな結婚してもらえたらいいのかなというふうに思います。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよって占い等ございましたらコメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。